しかし、幽夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。蛇竜タスラクが地下へと潜り、海底を渡って王城の上をさまよい始める。え、竜が現れたのか。空が少し暗くなっただけだと思うけど。竜、それは何かを指す比喩ではなかろうか。なるほど。彼女を否定し、その妄想に異を唱えたものすべてが彼女の宿敵である蛇竜タスラクになったわけですね。進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。剣女万弱、断罪の名において。失格な。お嬢様は目に見。王女殿下は降臨したが、対戦による災いは王城にまで及んだ。行こう。はい。
いの名において、剣女盤石。起立先陣、岩山八九。だがついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。天道万象、断罪の名において、
求めている。やっやっへいほっほっへいよっ。誰か誰かいますか？助けてください。もう今大事なとこだったのに。工場は最後になんて言ったんだ。今の声どこかで聞いたことあるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のあんちゃんじゃないか。よっ。ガンザン八九。おい。ああ、よかったです。あれ、またあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。
このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガナツキ氏を演じるのはまだ早いようです。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士ではありません。最近劇団で騎士役をもらった新人役者で、役作りのため準備をしていたんです。それって胸を張って言えるようなことなのか？皆さんはご存知ないかもしれませんが、幽夜浄土で演劇とは非常に重要な文化なのです。良き演出は皇女殿下への一番の恩返しになります。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。ですので騎士を演じられるのを私は誇りに思っています。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか？皇女殿下は昔このように言ってました。私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと。おそらく皇女殿下は真の芸術とは何たるかを知っているのでしょう。人間の奥深くに隠された喜怒哀楽を見分けることができるんだと思います。演劇において魂とは感情の凝集と昇華です。演劇への理解が深い方はきっと繊細で情緒豊かな心を持っているんでしょうね。なるほど。教えていただき感謝する、騎士殿。おお、あなたは私のことを騎士と呼んでくれるのですね。嬉しいです。ありがとうございます。それでは私はこの栄光とともに己の戦場へと赴きます。皆さん、縁があればまた会いましょう。もう会わなくて済むように今度こそ気をつけろよ。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。命令に従え、翼を広げて出航せよ、です。偉大なる父上、母上、ごきげんよう。今日は幽夜浄土の祭典の日。二人には、エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも、そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん、わかった。偶然にもかの邪竜の正体を垣間見たでござるな。はあ、ああいうのすごく共感できるぜ。あたいたちの趣味を時間の無駄だと思ってる人がたまにいるんだよな。おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのは、どうしてまたあなたがここにいるのかです。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻を探してる頃だろうと思ってね。
ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第三巻は王城の最上階にある。そこに見張りはいるだろうか。ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまりそこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは神官にとってこの上ない栄誉だ。でもこちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろう。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は雄夜浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。お嬢さん、僕もし嫌なら君一人で飲んでくれても構わない。